N 国党支持者がどう喝、立花孝を批判され、えー、本日までに NHK から国民を守る党の支持者を名乗る人物から、このようにこのチャンネル自由の声に対して、N 国党を批評するなと同う喝が繰り返されてしまっていることが確認されました。こちら、すでに弁護士に指示された方法で証拠保全を行っておりますが、 このような恫喝が行われ、こちらも対応せざるを得ない状況になっておりますので、現時点で威力業務妨害か異形業務妨害、もしくはその両方が成立する可能性がございます。さらに脅迫も成立する恐れがあり、脅迫罪は申告罪ではないため、警察が各地をすれば、私が通報しなくても、勝手に捜査が行われる犯罪行為でございます。 まあこの事件ではないんですが、私、先日、警察署に出向いて、刑事さんが作成した告訴状に署名なつ印をしたばかりであり、民事でも裁判を起こそうかなと検討している中での、このような恫喝事件でございますので、まあ、正直言ってしまいますとうんざりしております。まあ、こういった N 国党の支持者だけではございませんが、 このチャンネルや動画などに対するコメント、私は言論の自由を確保するために、一切基本規制はせず、基本的に自由を守っております。動画を見ていただいている方から、方々から一定程度の規制を要望されても、なるべく可能な限りですね、自由を守ろうとしておりますが、ぜひとも、 こうういいいいったたコメントをする方々はは最低でも超えないようにお願いいたしますまた、念のため、この N 国党について簡単にご紹介していきますと、えまずは良い点として NHK 改革を掲げていること、それに対して悪い点、NHK 改革を掲げても、それを実行しようとせず、今のところ何も成果を出していない。 さらに竹島を韓国のものだと主張したり、虐殺を奨励するような発言をしたり、脅迫事件を引き起こしたり、スラップ訴訟を起こして裁判所にスラップ訴訟であると認定されたり、パチンコ、スロットの規制緩和を要求したりと、N 国党の良い点と悪い点を天秤にかけてしまったら、まあ、圧倒的にですね、悪い点が多いという問題がございます。 この N 国党選挙公約通り NHK 改革のみに邁進していれば私も N 国党を堂々と国民の皆様に紹介することができるんですが残念ながら現実はそうではございません選挙公約にないことを主張したりさまざまな問題行為が続々と発覚をしているという事実がございますので 国民の税金が投入されている政党、国会議員が問題を起こしているのであれば、それに対して批評を行い、改善を求めるのは当然ではないんでしょうか。ぜひとも N 国党の支持者の皆様には、こういった事件が続かないように、まずは支持者の皆様の中で対策を取っていただき、さらに 支持者の皆様が、さらにですね、国民の皆様が N 国党を支持できるように、今 N 国党が抱えている問題について改善を要望し、N 国党がより多くの方々から、国民から、有権者の皆様から支持される政党になるように努力していただくようお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。